まあスタートはですね3番選手は出て、まあ、前受けまあ、ちょっと南関東のね昨日からの流れでいくとやはり前取って抑えられて引いてかましいていうのが勝ちパターン的な流れになっているのかなというようなイメージのレース運びにはなってますよね、この辺り、ね、3番、6番が前取ってまあ、9番の山中選手をまあ迎え入れるという集会になりました。 周回中はもう9番、3番、6番で回ってその後ろ車番をばりして7番、2番ですよね7番の中井選手を迎え入れるっていう展開にはなったんですけどもんそうですね9、3、6になりましてで7番の中井選手が上がっていって 7番、2番、7番の中井選手、2番の澤田選手という周回中の並びになりましたそしてその後ろには1番の坂本選手が入って1番、4番小川選手が後ろにつくっていう流れでしたけどねで、最後方に8番の坂本選手と小野選手という北日本のラインがついたわけですけどもまあ もちろんその先行主体に戦える坂本選手が最高方にいるわけですからこの選手が動き始めたときにまあ1番の坂本選手その前にいる中井選手がどう対応していくのかなというようなレース内容でしたけどもんまあここ意外とね7、8、5が動いていてってというレースで進むのかなというところだったんですけども。 まあ本当に、まあ、この辺はね一番後ろの選手から動くのは当然なんで8号が動いていったんですけどもこの8号の動きについていって1番、4番、坂本選手もついていってここ3番手なんですけども、まあ、坂本選手にしてみればね先手ラインの3番手ないしは4番手回っていきたいという流れでここまではいいんですけどこの上をまたねさらに切られちゃうんですよね。 で切られてここをもう一度坂本選手切ってここの3番手をキープし直したっていうところがまた坂本選手のいいところでありここが勝因につながったところですよね8番、5番についていれば多分まだその後ろってことですからね位置的にはもう5番手も当たったとことですからそしてこの9番の山中選手がかましいに後ろ離れていたので、まあ、9番選手を追いかけるように。 自分でマクリを打ったっていうような感じでしたけども番手のねまあ、2番の澤田選手も追いかけてはいったんですけどもね内からオファー選手に救われた形になってまあ、4着になってしまいましたっていうレースでしたけどもまあ坂本選手自体がねやっぱりうまく先手ラインに乗って先手ラインに乗ってっていう切り替えがうまくいってね最後、3番手。 回っていって最終ホーム3番手取りきった時点で勝因でしたよね、で後ろからかましてきた9番の山中選手が後ろ、小原選手が少し離れていったっていうこの小原選手の範囲はもうあの駆け出しでやっぱり離れたっていうところですよねで、口が開いた山中選手1人で行ったのでそれを目標に追いかけるように坂本選手がバクって追いついて1着っていうレースでしたね。はいはい、ありがとうございます